夕方からお雪雪雪たいな <laughs> 雪が,雪が見たいのよ私はそういや雪がね見れる予定だったんですけど <laughs> 明日雪降るかな本当に降ってほしい。 雪が好きなんじゃなくて雪が見たいだけですうん見たい今年見れるかな毎年見たいなとか思うけど降ろう降らないんだよねうん熊本は積もんないですね 基本的に積もる地域が一部すぎてだからあんま雪で育ってないんですけど <laughs> 雪降ったらだからあれだよみんな外出るぐらいあのはしゃいじゃうぐらいね珍しかったんですけどこんだけ寒いんだったらもう雪降ってほしい <laughs> ちょっともっと冷えるのかもしんないけど。 東北にに行けば確かにいやーねそうなのよいや今日 <laughs> 今日ね言っちゃうとそうなんです旅の予定だったんですよ言うか迷ったんですけどもう言いました言ったのでもうここだけの話ですね雪,雪が見れる予定だったんです今日はでも 断念しましまた <laughs> 断念でしたねはいそういうことです <laughs> 雪のせいやん確かに <laughs> そうです私が望んでるその雪のせいで私の今日雪見るっていうことは叶わなかったんだよね <laughs> なんて悲しい見たい,もん見たいのに見たいその雪のせいで ね、やっぱ今日のあれですね今日から今日今週か今週がすごい冷え込んでるんですねどこ行く予定だったのだってどこでしょう私は何箇所持ってるでしょうそれは知ってるか <laughs> えっと5回勝ってるんで1回もまだ行ってないんですよで 今日いけるチャンスだったんですけどもはい本当に私はいけるんでしょうかうん <laughs> そうなのまあいけなかったんですけども <laughs> もうねちょっとねそうなのよでもなんか あのすぐ帰んないといけないのでねあのなんて言うんですかねいあの帰ってこれなかったら大変だって思って <laughs> 行けても帰ってこれるのかなっていうなんか心配になっちゃってちょっとそうなるとちょっとあれなんでそうなのよお話し会もあるしね今週末振り返っちゃった分とかちょっとそっちがねそうなの そそうそうだからもう一旦バ,バラしでっていう <laughs> ことになりましたしましたっていう判断うんね私たちそうなのよメンバーはさもう場所決まってんだよねあのお話し会の会場ね会場っていうかさ そこかからしかで,きできませんできませんできませんみたいなみんなはいろんなとこ行ってやってるけどさねマジいろんなところでみんなやってるよね確かにうん旅の途中とかでだってやってる方結構いらっしゃいますよ面白い景色見れるから楽しいんだけどこちらもだってレーンの時代はほら もう景色変わらないから今日が晴れてるのか天気が悪いのかそれすらもわからないそして一日終わってたりするのでね朝ともう帰る時しか外に出ないでもなんかみんないろんな景色を見せてくれるんですその話し会でそうなのもちろんお家も楽しいんだけどってからの景色が変わるのが多分普通に楽しいから オオンラインンンラライイはで楽しい <laughs> 何が言いたいかっていうとそう外からの人も結構いるし、まあ、個性ですよねそのもう,もう場所すらも個性を感じるのがもうすご楽しくて面白いです、うん、髪色変わったってうん今日ね黒着てるからねなんて言うんですかなんか白くうつえっとトーンが明るくなってる気がする。 配信のこの画面の画質の感じがだからかもうん直接がそろそろ始まりそうね両方できたらいいなって私は思うんだけどどうなんだろうねねオンラインもやりたいしうん 両方がいいってね。あ嬉しい。同じ考えの人いる。<laughs> 同じ考えの人いる。<laughs> これ分かる誰か <laughs> 誰か突っ込んで <laughs> あ。あ嬉しい。正解。い <laughs> るいる。いる ありがとうございます。<laughs> まあ。そういうことで。可 <laughs> 愛い,いよね。うん。です、いいんです。まあ、あの。まあ、楽しみの延期。延期し。ちょっとでもね、こればっかりはね。旅行延期しちゃったんだけどさ。あの。何、ストック多すぎて。 これも紹介してもらえるのか果たしてってとこですけどねなんか最後に買った時どこに行ってもいいよみたいななんかもう <laughs> 最初の頃あんなに場所こだわってたはずなのにもう今はもうどこに行ってもいいよというなんかすごい自由の権利、ね、自由な旅をしていいというすごいねアバウトなそう。<laughs> あったんんでですすけど <laughs> そう私5泊分あるんですだからね5箇所いけるんですけど今んとこうんだあと1回勝てば6泊なのかいや待って飛行機乗り継ぎそんなできるわけないな無理だなね あ波動旅行先でライブするのは楽しそういいねみんなこれそうですか私の波動旅行の場所覚えてます、えー、っえっと私もえっと沖縄と北海道と金沢と愛媛とあと自由 <laughs> いいね 波動,波動旅行ライブツアーができるかもしれないうんツアーしたいツアーしたいってこう言っていこうもうどんどん言っていこう行ったことないとこ行きたいなでも。 旅あのー、旅あと一か所自由って言われてるところあのー、和歌山とか奈良とか奈良って空港あるのかな奈良空港あんまきあるのかなあない <laughs> えっと奈良の横おー和歌山だ 和歌山は和歌山はもう空港ない <laughs> ないかないかないか嘘じゃあ上は上東北岩手はあるよね岩手は空港あるんじゃない岩手あ岩手ある あ関西空港から強いあち強いじゃない近いんだあそっか大阪に一回行ってああバスとかあった気がする確かに奈良行きとかそのかなんかバス見た気がする高速バスみたいなうん岩手はさ空港ってか,か飛行機使う距離な気がするけど福島だっけ私行ってないの私しか分かんないか福島って 飛行行機で行く距離なんかななんか新幹線の距離のイメージなんだけどねあ車新幹線ですぐでも空港あるんだえー、30分ぐらいで着いちゃいそうなんかめっちゃなんかそ,その辺っ <laughs> 結構近いイメージなんだけど岩手とかはちょっとなんか いイメージあるけど分かんないあ東京からだと新幹線ああああそっかあんまあ、飛んでないのかなじゃうんそっかそっかまあ東京からだからそうなん何でも行けるどこにでも行けるんだけど。 行ったことないとこ行ってみたいでも福島だとそっか新幹線で行けばいいじゃんあじゃあちょっと聞きたいんだけどさ <laughs> ここで聞く <laughs> 調べればいいんだけどさ岩手とさ福島ってはしごできるもんかな <laughs> どうにか日本全国回りたいんだけどあと一回波動を勝つしかないな そして関西と東北で自,由自由の自由に行ける場所をもう一つ欲しいわけあ行ける本当気合いで行ける新幹線ですぐなんどんくらいどんくらい新幹線で岩手と福島って岩手から福島ってえ三3 0 0え遠く感じる 体体感感時間体 <laughs> 実際でも2時間くらいかなるほどちょっとあるね確かにいや1個ずつ行こうじゃあやっぱり1時間半くらいリアルな距離新幹線で行けますいや岩手は岩手福島は福島で行こう <laughs> 勝手にそうしようやそこは2か所に分けてちょっと1回 福島を置いといていいね <laughs> 飛行機で行く距離だったら岩手だよねじゃあ自由な権利だったら岩手に行こうかな岩手行ってもう一回私は波動で波動に出て旅行券を獲得し多分もうどこ行きとか考えるのめんどくなってるひろい子さんが多分そんな感じなんでまた出た時も。 自由を得られると思う自由な旅行券だと思うからそれを手にしたら私は関西にも行く奈良と和歌山をに行くこれが <laughs> これ理想だねそしたらとりあえず全県制覇説あるよこれうんああとあの金沢はそう持ってるから今それは行くとしておお 波動のおかげでもしかしたら <laughs> もしかしたら全部いける可能性が出てきましたね嬉しい <laughs> まあでもねなんか行ったって言,言えないようなね件もあるんですよねっていうのもライブ会場しか行ってないとかだと結構なんて言うんですかねまあ行ったというのか行、まあ、ったんですけどそれは行ったっては言うんですけども そうなの。ならは鹿がいるそうなの。鹿はちょっと怖いですね。鹿はちょっと怖い。鳩でもちょっと無理なので。鳩も怖いんで。鹿となると結構怖いですね。うん。鹿せんべい持ってる人になんかがっついてるの見たことがあって。<laughs> そう。 ちょっと鹿,鹿ルートは通らないようにしたいなうん怖い無理多分負ける鹿に負けるからちょっと鉢合わせないようにしよう <laughs> 鉢合わせたら戦わないといけないなんかポケモンそうじゃないポケモンってそうだよね鉢合わせたら戦うよね なんか草草原に何かが現れたみたいな <laughs> 私のポケモンのさゲームあれで止まってるんで本当にあの四角のゲームで止まってるからそうそうそう今のポケモン知らないやポケモン GO しか知らない3日ぐらいポケモン GO はやったことある いやポケモンってゲーム始めたら絶対私戻れない気がするから, <laughs> や,らやってないだけですあのー、多分ハマっちゃうので本当にちょろいなと思います本当にいつからこんなにな、ね、何でもやっちゃうんだよなでもすぐ飽きてるってうそんなこともないよ最近「撲滅」っていうゲームは <laughs> ずっと好きです何年もやってます はい、2015年くらい前の,あの DS のカセットなんですけど一生や,やれるんですけど今日もやりましたなんか今一日一回やってますあの最近撲滅をはいそれはねあのそうなのよあの療養中にというかもう治ってから暇すぎてもうやることがない時にやることがない よくやってるんですけども、まあ、このね私卒業期休かそうなの本当にもうあれなんです本当にあの何暇暇なのが無理なんですかなんかずっと頭になんか欲しくてだからなんか最近僕滅っていかにうまく消していけるかっていうその細菌を細菌を消すことに。 時間を費やしてしまいましたはいすることないのってないことあるのいやないことあるよ何もまあいいやなんか休んでくださいとかでも休みたくないんです <laughs> ね本当にうんなんかしてたいんだろうねうんでも全然行かないですあの一定 になんかね目標5,000ぐらいまで行きたいんですけど全然行かないんです3,000ぐらいから止まってますね今多分3,000何ぼですね4,000台にも行ってないかもこのスコア言っても誰も分かんないと思うでも伝わる人いんのかな今持ってる人いるかカセット <laughs> こ,のこの人数の中に DS のもっとんだっけノートレイみたいなやつの話 <laughs> あれスコアこの先どうやって伸ばしたらいいんだろうマジで本当に分かんない私もこれ以上上に行ったことがないのよ <laughs> でも,も絶対もっと上に行けるのよマジ絶対分かんないけど言ってくねあのそのゲームはあのなんか絶対そのゲームをやってそのクリアごとに 最後に乗り物が出てくるわけですよで乗り物のレベルでなんかレベル高いか低いかみたいな、まあ、乗り物で表されるんですよ評価を。で一番一番しょぼかったらしょぼかったら徒歩なんです。<laughs> 徒歩。徒歩行って車次車昇格したら車。んか、えー、っと徒歩がレベル1みたいな話。 レベル2になったら自分の成績がね。車とか。その次何新幹線とか自転車だ自転車で、その次、あれ徒歩自転車車かな自転車なんてあったっけ <laughs> ちょっと待って分かんない。まあこんな感じであるわけですよ。<laughs> ちょっと待って違うかもしんない。まう、あ、そ,そうそうそう。<laughs> それで <laughs>、それで、 まあ最大級級がロケット級なんでですよでその近撲滅でロケット級の多分1個下が飛行機なんです私多分飛行機までしか見たことないんですその,そのカセットの最近の撲滅の時は他のまあもともと最近撲滅って別に <laughs> ていうのリラックス効果があるものですみたいなことを紹介あるんですけど本当かって思うんですけどリラックスっていうよりはこれのために私は <laughs>。 他のゲームを、なんかもっと脳トレのゲームなんですよもともと脳トレの部分をやらないとその細菌撲滅ってそのリラックス効果があるよみたいなのができないんですよなんからこの脳トレの方毎日一個はやんないとそのそれができないから毎日何かしらの頭使うことしてるんですけど <laughs> あの、何て言ったらいいんだろうそれ以外だからなんか釣り線渡しっていうのがあるんですけどそれが結構好きで あれはもう毎回ロケット級をもらえるぐらいロケット級が一番だから評価がいいわけですよでもその私が大好きな最近撲滅は飛行機止まりなんですもうこれがちょっと悔しいですねやっぱりどうしてもロケットが見たくてもうほんとそういうとこあるたまごっちとかもそうなんですけどもあ全部ロイヤルにしないと嫌なみたいなそのもうやりきる <laughs> その全部。 はいそうなのよもう完璧にしてそのゲームとお別れしお別れしたいわけじゃないけどやりきったってなりたいんです一個一個のゲームにそうお別れはするかわかんないけどそこまでいったら多分確かにもうやらない気がするうんそれが終わりだと思う私の終わりな気がする <laughs> もう天井 天井まで行ったら確かにもう終わっちゃうかもうんそうなの DS の,そのゲームがでも本当に楽しい面白いからでもやってるんですけどうんカセット買い直したんですよね売ってましたあのー、もともとずっと使ってたそのノートレのでも2005年とかそういうカセットなんです今ずっと遊んでるのが そ,うそれがさ壊れちゃったんでもう行ったら奇跡的に売っててあのうんゲーム屋さんですっごい割り引かれて売られして <laughs> これは運命だと思って2代目なんですけどカセット実は言ったっけいま、うん、だに遊んでるっていううんやばいね 新しいゲームをちょっと本当はやりたいですけど <laughs> スイッチじゃないんだってスイッチじゃない <laughs> 本体壊れたら終了確かに本体は私が小学生の頃から使ってる DS ですちなみに確かにあの DS が一番すごいのかもしれないうんあの DS はもう本当ずっと思い出があります 前すれ違い通信 3DS なんですけどすれ違い通信っていうのがそうあのー、あってその見知らぬ人とすれ違ってなんか何だったんだろうあれな何それで何なんだろうねなんか良かったんだよね何かが何あれすれ違い通信ってなんだなんだっけなんか人とすれ違ったら何か ハイタッチするみたいな何かなんかさ <laughs> ゲーム内でね <laughs> なんかそういうのがあってあれさ小学校の頃何回か東京に来てたんですけどまああのすれ違わないと DS を所持してる人しかも DS をちゃんと電源をつけて歩いてる人とすれ違わないとあのもらえないんですそのなんかポイントかなんかが。 <laughs> めっちゃ懐かしいんだけどこれさ知ってるこのすれ違いさしもう10年以上前の話してるんですけどそれをねだから熊本にいるともう限,限度があるわけですもう,もう友達しか友達とそのもうすれ違いなのにもうすれ違いとかじゃない合ってるのにこうわざとくるくる <laughs> こ,うこう DS を <laughs>。 こうやって、うん、すれ違ってないんだけどすれ違いとかじゃないんだけどねそうやってね、まあ、やってたんですよあとまあ妹も同じ端末持ってたから妹のも毎日こう,こうやって <laughs> もう DS を振るっていう作業してた作業って言っちゃうんですけどほんと作業みたいな感じだったんですけど。東京にに来たらでももう本当に すっごい人と会えるのそのすれ違い通信がもうそれがすっごい嬉しくてこの気持ち分からないよね分かるごめんもう私だけが楽しいかもしれないこの話分かる人にしか分からなくてごめんいつもそっかでもアニメもそうだしねまあ、いっかうんそれでとりあえずそうなの <laughs> めちゃめちゃ人と会えるんですよ都会に行けば行くほどまあもちろんその九州でも九州の都会に行けばその <laughs> <laughs> 福岡とか、まあ、熊本の市内とかに行けばすごいすれ違いできてでめちゃめちゃそのもらえるそれ嬉しすぎて東京行く時絶対にもう絶対に持ってってましたねもうだからそのその DS がまださ元気なのがすごいね確かに10年前とかの話本当に小学校4年生5年生とかから多分持ってる。 のでその頃だってめっちゃすれ違い通信が好きだったもんうんそれをずっとはい所持してましたねでなんか私は行かないけどなんか妹がだけその東京行くみたいな時があってもちょっと「持ってって」って言ってポイント欲しさにもう DS 自分の 3DS を 預けるっていうその東京行く人に預けるっていう声をしてまでもすれ違いがすごいし好きだったのうん頼んだってもう <laughs> どんだけだよねすごいよねその中に2台分やるみたいなそうそうそうマジですれ違いめっちゃやってた「<laughs> DS の色きく?」 色ね、もう見ての見ての通りっていうかもう黒です黒昔から黒ですね大抵 DS は黒ですいるよその辺見る私の10年10年間使ってる <laughs> 10年間かな多分10年は使ってる DS の登場させよう <laughs> お披露目です私の 10年来の付き合いじゃん <laughs> いやいたって普通ですけど何もケースすら一緒なのずっと同じのこれこちらですちょっと傷すごいけどあのうんこれこれをもうずっと使ってますすごいでしょ <laughs> もっと傷ついてるかと思ったいやめっちゃ綺麗だよ割と全然だから最近買ったって言ってもいいぐらい綺麗だと思ってる保護フィルムとかも綺麗に貼ってあるんで何か多分画面とかはうんだからま全然ですね最近撲滅した跡があるけどなんかあのすっごいシャッシャッシャッって入ってるね <laughs> 画面に。 はい、まあ、これがシンプルなもうシンプルにこれをずっと持ってますもう本当にはいこれずっと大事にしてるあこちらです私がさっきからずーっと言ってるこのゲームこちらですねこれは2代目なんですけどたまに繋がんない時あるんだよねでももう限界きてるよねこの2代目すらも2代目もたまに接続悪くてなんかカセットありませんってなっちゃうんだよね差し込んでるのにほんとだからもう どうにかこう夫婦してみたりとかしてどうにかはい今だにやっております。<laughs> 懐かしいは <laughs> これ本当に楽しいよ。うん。<laughs> うん。まあこれ。 確かに私意外と初めて見せたかもしれない、うん、こんなに一緒にいるのにこのゲーム機と <laughs> まあ言うて何年また1年ぐらい空いてたんですけどね触ってなかったんですけどちょっとこ今年に入ってまた触っちゃったんでまた定期的にやっていこうかなと思ってますはいありがとうございます <laughs> イエスだから最後に買ったゲーム機なのかもしれないそれは盛りすぎでもスイッチとか買ってないもんなうんあんまゲーム携帯ゲームですねもうあとはねうん脳トレ以外にやらないですねやらないですやらない脳トレしかやってない うん、あとアプリでゲームたまーにテトリスとかもう、まあまあ、ほぼ一緒やってること,と一緒なんですよねほぼ消す作業あだからあのプヨプヨ,プヨプヨをねやってみたいなって思ってててかプヨプヨはあのー、AKB でなんか一回あったじゃないですかなんかゲーム大会みたいなオンラインゲーム大会だっけああの時にプヨプヨのがあって あの時に「ぷよぷよ」を初めて拝見して私プレーしたっけうん「ぷよぷよ」極めたら絶対好きになれそうなあのゲームだなってもう思ってあの時からちょっとなんか片隅にいるんですけど「ぷよぷよが」が、うん、消すのが好きなんじゃないそう,そう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 こう考えて <laughs> キスも楽しそう <laughs> そうなのよ連鎖か連鎖ああねだからあれも楽しそうだなとめっちゃ思っててまあでもやったら終わりだなと <laughs> やったら終わり <laughs> やったら終わりってのは分かりますこんだけだからもうハマっちゃったらもう何年も同じゲームから抜け出さないっていうような感じになっちゃうので。 まあこう見えてますでも余裕ですぐ解除されたりして手出しちゃうんですけどあそうだ「スラムダンクスラムダンクよ読みます今晩にでも読もうかなって思っててもともとこの「まあ、今日明日が」があの予定入ってたんですけど予定なくなっちゃったんで <laughs> あのはい。 ドフリーになっってしまったのでどうしようかな紙をめいやでも,もうマホピョンに借りてるし一刻も早く返さなきゃっていう気持ちから見ますそう借りる約束をしちゃってたから借りたけどもう自分にも欲しいもんねだって <laughs> でもせっかく借りたので初めて友達友達っていうかメンバーですけども。 なんんか借りて読んでるる気がする <laughs> 人生で <laughs> 初めてです多分、うん、結局買ってそうってねありえますねはいでもそう3ページぐらいだから読んでもう感動してるなんかもみんながいたから <laughs> <もう笑>感動するあそうこの間の劇場えっと24日に出たんですけど二十四 がの時にあのプレゼントとかお手紙またいただいたんですけどゴゴリゴリがいたんです <laughs> びっくりしたプレゼントの中にゴリがいて嬉しくてはいどうしようごまだゴリは紙袋の中にいるんですけどゴリを。 飾ろうかな,なんかフィギュア私出したことなくて実はフィギュアいっぱいこう頂い,いたりしたり、まあ、自分でもゲットしたりしてるんですけどフィギュアの箱だけ箱から出さない派なんですけど <laughs> ゴリー見た瞬間これ出したくなっちゃってもうそうあっと思ってそうなのどうしようかな。 すごいのよそうごゴリのフィギュアですフィギュアフィギュアが届いてました無理と思って本当に無理ってなりましたはい <laughs> ってかもう読んじゃうと終わっちゃうって分かってるからなんか寂しくなってきちゃう普通にもだからなんかもホぴょんからもらったのはこの間のお話し会だから あの日曜日なんですよねだからそこからまだ手つけてないっていうね寂しくなっちゃうからうん今日は木曜だっけも早く読まないとでも借りてるものは早めに返した方がいいに決まってるとりあえず読むかうんそう私なんかねとね 取っといちゃうんです楽し,楽しみはみたいなところあって「ONEPIECE」のアニメもよくあの何回か配信でも言ってるんですけどなんか23話ぐらい残したいんです最新話をわざとそれを見ちゃうともう終わっちゃうのが寂しくて、うん、終わっちゃうもう寂しいあともう終わりが見えてるのが寂しい、うん、でもタイに行く前に <laughs> タイに行く前には 見たいな見ますはいあつらいもう終わっちゃうと思うとまだでもインターハイ行くんで今からそうまだあるけどねうんねまあそうねとりあえずじゃあ インターハイに行こうと思います頑張ります頑張りますじゃね頑張るのはみんななんです私は応援してますはいタイに何しに行くの <laughs> タイに行くんですすぐ来月うわ久しぶりのタイですねあったかいんですよねうんこっちは寒いっていうのに支度しな準備しなきゃ 本当にすぐだタイもそう結構しっかりあのコンサートがあったりとかイベントにも参加したりとかあるのではいタイもいっぱい覚えることあります覚えました覚えてないですどっちだろううーんもう忘れてると思いますみんなでリハやったんですけどいっぱい忘れてる自信があります 思い出します言葉通じるんか私今回で4回目になるんですけど多分タイに行くのもうあ,あのサワディカーとコップンカーってやってますこれで3年やれましたやれてないですけどやれ,たやれたのかやり過ごしました本当はもう一個くらい覚えたいです なんか覚えたいけどね何を逆にもうありがとうとこんにちはって素晴らしいよねもうこれ2個一旦覚えたけどとりあえずもう1個ぐらい知りたいけどまあちょっとねはい対語 タイ語でなるなるるってどういういの確かにそういうのなんかねキャッチフレーズとか言えるようになったらすごくないタイ語ですごっねえタイ語少しは勉強したいもう一個もう一個ねもう一個覚える目標 <laughs> 言葉覚えられないよそうなの結局韓国語とかもなんか下をに、ね、何回か聞いたりしてるけど覚えられないから結局「イムニダ」しか覚えてない「<laughs> キムチイムニダ」しか言えないの <laughs> よくわかんないけど <laughs> うんそうなの。 カムスハムハダーこれこれも言えますけどこれは何ですかねありがとうございますかな多分挨拶だと思いますでもそういう感じありがとうって何だろうカムサムニダーかこれがありがとうだよねうんこんにちはは何ありの発声を アリハセオあアリハセオは確かにアンニョンっても言うの？アンニョーンこれ確かにアンニョンアンニョンってこんにちはっていうの？アンニョーンあアンニョンって聞いたことあると思ったらあれですわお話会で隣にヒーがいるときにアンニョーンって言って始まってんだよね。 なんだアンニョンってって思ってたこれ「こんにちは」って言ってたんだそうそうそう「アンニョン」だけは聞き取れてたのよヒーが喋ってるの聞こえてくるんだけどさ結構メンバーが話してることっていうかその聞こえてくるじゃんまあひーの声は聞こえやすいからかもしれないけどそうそうそうみあめっちゃああなるほど。 そそそうそうそう声残りやすいメンバーの声だと本当に残っちゃう稲垣かおりちゃんとかが斜め前とかの時とかもあってその時もね稲垣かおりちゃんのお話し会の内容がなんかずっと入ってきてたりとか,なんか声が特徴ある子なんか耳がすごい察知しちゃうんですよね拾っちゃう何喋ってるか <laughs> 聞こえちゃうすいません 声が残るメンバーは本当にね私聞いちゃってます聞こえちゃってますすいません本当にってい思いながら、はい、耳が拾ってしまうんですよね声を何でしょうか周波数でしょうか何でしょうかうん聞こえちゃうか自分もでも両耳さいつもお話し会の時両耳イヤホンつけてお話ししてるんですけどその 両耳してると自分の地声がどのぐらい届いてるのかとかどのぐらい自分が声出してるかたまに分かんなくて結構でかい声で喋ってるんじゃないかなっていつも思っちゃうんですだからたまに片耳外しながらこのぐらいの声だったら周りに聞かれてないかなって自分も声のボリュームを気にしながらやってますそういうこともあって。 たまにでかいって言われる、そうめっちゃでかいよって言われる、あごめん思わず声がっていう本当すいません。距離ってあんまり離れてないの、昔の連ぐらいの距離感です多分メンバーとメンバーの間。うん。うん、えでもう本当に、おそう声のボリュームだけは難しい。 <laughs> でかそうって言われたら <laughs> 楽しくなっていくとどんどん声でかくなっていくどんどんうるさくないように頑張ろうって思ってるんですけど向かいもいるのだってうんいるいる目の前とかにいる目の前にうんなんかすごいよすごい光景だなって思うこの このなんだろうこの列もすごい面白いなってもう、うん、ブースみたいにはでもちゃんとなってるし面白いうんナンバーワンはひななではそうだねひななが前にいる時とかになんか今日会場賑やかだねって言われる回数がなんか格段に上がった気がしますねはい今までの結果うん そんくらい日くららいいですねわもうすごい言われてるっての実感があったのうんねひななはわかるってそうなのよコールセンターみたいに見えてるあーコールセンターがわかんないけどまあでも多分そんな感じだと思うねだってみんな端末に向かって会話してるっていうすごい面白いなこの光景って思いながらいつも。 はいあその一人なんですけど <laughs> いつも眺めてる面白いなこれしかもなんかおあそう振り返りがそう静かなんだよ振り返今度の振り返やばい静かだからなんかテンション最初行方不明説あるんですけどよろしくお願いします28日私だけあるんですけど確かうんなんか最初静かになっちゃいそうほんと 一人じゃない私だけじゃない多分うんあもちろんあのいつもの会場じゃないですよさすがに一人用ぐらいの会場になると思います一人用の会場、うん、振り返る場所いつも行くとこじゃないです、うん、みんながいるとこじゃないだけどこの一人で喋ってなんかどんどんそうなのよねっ ちちょっっっとと寂寂寂しいっちゃ寂ししそそうういいゃのよ人だたこある前も前もそう体調不良で休んじゃった分振り返った時あって2分2分とかそんぐらいその時もだからなんかどうしてなんかいつもより静かだからなんかこっちも声が <laughs> 小さくなるっていうか逆にあのガヤガヤな時間の方がいいんだよねうん日なに来てもらうかだってあっ <laughs> 呼んだら来てくれさうん 補みたいあ確か,たい、ね、確かに。補修みたいな確うん。感覚そんな感じだよね。振り返り持ってるけどね、仕事でだって申し訳ない。本当に。ちゃんと振り、あの、お金もらってください。違う。えっ、ー、と、お金を返してもらいましょう。なんて言う、返品対応ですっけ返却、返、返金ですっけ返金。 返金しましょう返金うんしようしてね忘れないでね来れなかったらうん来れる人は来てくださいでもそうだよねいつもよりだから来れない人がいるかもしれなくてでも本当に思うんだよみんなスケジュール組むのうまくないやっぱファンの皆さんすごい行動力があるみんな うん、何かしらしてるんだもん多分土日とかお休みすごいアクティブなのがすごいその行動力が欲しいやりたいな行きたいなって,言ってもそのままになってること結構あるんでいつもだからその振り返りの日に何か入ってるとかもそうだけど何て言うんですかねすごい優先順位あいやでもすごい スケジュールすごい組んで、こう組み合わせたりしてる。る一瞬抜けるねとか言って、抜ける。とことかあるんです。その。大丈夫。次、夜の買ってるからみたいな。<laughs> また。夜来るからって言って、中、中秋。中抜け。するんですよ。みんな。すごい。朝あって、夜また来るねみたいな。す,すごいなって思う。この。こ、どう。どうやって、そのスケジュールを組んでるんだと思って。うまいよね。うん。 上手みんなすごいわうんあとなんかそう議題こないだの議題議題っていうか <laughs> オンライン話会であのな何枚かい一気に出していっぱい話すのか数枚ずつ例えばじゃあ10枚持ってるとして剣を。 2枚ずつ会いに5回行くのか10枚一気にいくのかどっちがいいんだろうみたいな話をなんかした方がいてこれはでも人によるのかなって思うんですけどいろんなことを区切ってもらった方がいいんだったら確かに2枚ずつの方がいいですよね。話5個用意できるるたただだ短短いいいとににかく短いただ5回は喋るっていう,かもう一気に 10枚でもう1つのこととを語るかかみみたたいいいいなな <laughs> などっちがいいのかなみたいなここでもこれはあの選んだそうこれ解決せずに終わっちゃったからここで今話してるんだけど見てるか分かんないんだけどね、うん、これはでもね自分のもう好きな方でいいと思ううんまあでもさ買う時とさその実際になった時ってさ話題とか変わるじゃない例えばこれはみんな秋ぐらいに買ってるじゃないお話し会。 それでこの,この時期に話だからもう自分がやりやすい方がいいんだと思うもういっぱい時間を費やして長く話すのがいいんだったらそっちがいいしかもう本当に逆にその長く話すのはまあそんな得意じゃないやってなるんだったらもうちょっとずつとかでもいいし好みじゃないもう好みだと思う,う自分がやりやすい方。 私は嬉しいいいどっちでもいいうんだから「任せるよ」って言いたかった見てるか分かんないけどそうそう言ってくれた方がうん <laughs> そうそうこれはもうだから好みです うんお話し会って一人目が終わってから何秒ぐらいで次の人になるのバイバーイヤッホーぐらいかな <laughs> 3秒ぐらいの気がする3秒もないかも12やーってなる <laughs> じゃあねまたねーあヤッホーこれかもしれんね 結構早い <laughs>。早いのよ <laughs>。そう <laughs>。ね、ちょっとだけ一瞬待って待っていいちょっと一瞬 <laughs>、一瞬、一瞬ね。失礼しました。業務連絡かと思ったら、家族も、えっ、ー、と、グループがすごい盛り上がってました。<laughs> いいこと、いいこと。 この時間でもみんな夜更かしだ <laughs> まあお話し会はそうね切り替えでもなんかお話がなんだろう一回その画面がみんな真っ暗になるんだよね私たちがあの終わった時って私たちはねなんかもう私たちもまあまあ真っ暗になるっていうかそのなんか一個あるわけよ一回そのすぐ行くんじゃなくて。 一瞬なんか入るわけ何 <laughs> ていうの画面がとりあえず戻ってくるわけよそのなんかホームじゃ一瞬ねそれがあるおかげで「やっほー」だから「またね!」とか言いながらなんか迎えてたりしてたのに、ね、何が起こってるか分かんなくなるっていうかその同じことを言いすぎて「バイバイ」と「やっほー」ってこう交互に出てくるけど。 たまにこう逆になったりするってなってわかるこのわかるっていうか「そのありがとう」って言いたいんだけど「そバイバイあまた、あま、ね」とか言いながらなんか次を迎えてるからこうそうなの分かんなくなって事故ってることめちゃくちゃある事故った経験いっぱいある本当にごめん事故ってって思いながらそうなの。 来ててすぐまたねって言うそうそなのよそれ違う違うごめん間違えたって,ってすぐ修正するんだけども本当に切り替えこの切り替え能力がどうなってるか気になるよね <laughs> あれ今度イベントありますよね会えるイベントないっけあったよねなんかイベント2月にないっけでもなんかそのライブライブだっけあれ ねあっ「到楽落が来てない」ってそう言ってた言ってたまだ来てないんだ <laughs> みんなスケジュール早く組みたいよねそうだよねそれいつわかるんって確かに私も気になるいや私は行くんだけど <laughs> 結構ね攻めてるね当落がまだ。 うん問い合わせたら近日中って先週言われました近日中かなるほど近い日ってことですからねそろそろかなどうなんだろうね私も分かんないやはい来るといいねそうそれもでもそっかたった人しか来れないのかうん 日中って都合のいい言葉だよね私もあんま好きじゃない適量とかあんま好きじゃない、うん、言って,って小さじ小さじ4分の1でもいいから言ってほしいそれならもうグラムで書けばいいんだけどもう言ってほしい適量少々もあんま好きくないねそれはあの料理してる時の話なんだけどねそのあるよねわかるよわかるわかるその自分好みにしてよって意味かもしれないけど もうちょっと少々少々って誰の少々どの少々ですかってなるからちょっとやっぱ欲しいよね少しはねはいそう誰誰の適量ってはなりますよね適量はね本当にわかる <laughs> グラムくださいグラムでお願いしますあもう1グラムにも満たないのかな でも1ムにも満たない量って書くしかないのかな <laughs> 本当ほんとにそうねまあありますよねそういうことね <laughs> 今日は今日ご飯作ったんですけどそれこそ。 分量を間違えて味濃かったんですよあの何3倍の量ぐらいので味付けしてたからめっちゃ濃くて <laughs> 3倍何なん3倍分の量のやつを一人前にこやってしまって久しぶりだったから久しぶりだったからもう間違えたわけよもう記憶が。 もう忘れててなんかびっくりしびっくりしたよね一口目食べてえっえっ何があったのって思いましたはいご飯があったので何とかですけど明日むくみそうだねほんとにしょっぱかったっすねさすがに3倍 <laughs> 濃縮的な感じ味付けがやばかったほんとに味付けもやばかったしあの煮詰めすぎたのもあったけどなんか ダメですねやっぱ定期的にやらないとあれ昔こんなことしてなかったなっていうその、うん、失敗をね失敗しちゃうよねほんと料理、うん、好きなんですけど料理するのなんかまあ今日もだからあれですね予定がなくなったんで時間に余裕がありすぎないとなんか料理までいかないですねやっぱ自分の中で。 もっとこだわねなんかやりたいんですけどやったら多分こすごい好きになっちゃいそうなんですけど料理もうどハマりしてた時期もありますしブームでしたねだからでも多分うんもうずっとご飯作っててみたいなあれか専業主婦になったらとことんこだわりたいなと思うもう <laughs> とことんこだわりたい うん、ご飯作るのも楽しいでもなんか時間が欲しいなって思うほんとうんお菓子とか作り始めそう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 もう全部まず家電から <laughs> 電子レンジからもっとパワーアップしたいね今使ってるやつよりもうんこだわり形からそうそうそう,もう器具からまず全部揃えてお皿も全部一掃したい 今本当に最低限のお皿しかなくってだからたまに写真撮りたくても撮れない時結構あるご飯作ってもいや皿がダメだこれは違うまあ食べれるよこの皿で食べれるけどこれ写真撮りたいかって言われたら写真には撮りたくないっていうお皿だったりするので「皿も絶対こだわりたい」「ダメな皿」って <laughs> なんとね ううんなんんなて言ってないんだろうしっかりそうもうお皿さえもあの盛り付けの一つだからやっぱりそのお皿を <laughs> ちゃんとしたいそうなのよやばいよね形とか気にしちゃうだからいやーこれ違うかとかうんあのさでもビュッフェあるじゃないあのホテルとかのさ朝食ビュッフェとか。 あれもさ私なんかめっちゃ色味気にしちゃうんですよ、ね、なんか綺麗にいかに綺麗に盛り付けできるかみたいなあれもそうなの食べたいものというかもうバランスと色味でなんかば映えたいわけじゃないんですけど見た目をとにかくでも映えたいのかだから <laughs> 写真撮ってるわけじゃないんだけど見た目が好きそうなの変ね 変なとこそういうとこあるよねなんか氷潮たまにそういう氷性出てくるんだよねめっちゃなんかあ見てて綺麗だなーって思いながら食べたいのか分かんないんだけど <laughs> とりあえず綺麗に盛り付けするっていうもうあれは作業だと思ってるもん朝ビュッフェとかだったらうん、まあ、基本食べたいものは取るけどプラスアルファこれがあった方がいい <laughs> 色味でトマトを入れたりとかなんかそのやっちゃう お弁当詰めるのもだだから好きだったたまーにやってたんですけどたまーになんかお弁当詰めたくなった時あってまだ実家時代ですね自分がお弁当持っていく時とかうん父にも作ったことあります父にも冷たいっていうその綺麗に彩りよく見た目を綺麗に盛りつけるっていうことがしたくて。 朝起きてたもんねだ,だからあれで私がやる作業詰めるだけほぼ料理作るのも,もう <laughs> お母さんがその作って,て <laughs> お母さんが料理作ったやつを私は途中から起きてきて詰める作業みたいなのがしたくて組み立てるの好きなんかなとりあえず私確かに積み木めっちゃ好きだった幼稚園の頃そういうこと最近撲滅にしろ なんかそ組み立ててん積んでくスタイルが好きなんかななんかこう <laughs> なんだろう全部なんか共通してるものないなんかそういう <laughs> なんて言ったらいいんだろう、うん、たこ焼き丸くするのもそう確かにか作るの好きなんかなえこうやって喋ってたら自分の好きなものが <laughs> わかってきた背取り作るのも好きじゃん確かに。 あーなるほどなるほどね確かに整えるの好き整ったら好き確かに <laughs> なるほどね編集もそっかあー確かに <laughs> 削っていくのが好きだもんねあ本ほんとだやだバレたそうですねわかりやすい くらいにはっきりししてましたね今こうやって一個一個小出ししてったらそういうことだってあこだわるから時間かかるそうなのすごい時間かかっちゃうんですよね一個一個すごいなんか占い師みたいになってるみんなこう当てられて「ほっってます」みたいな状況今うんうんうん本当にそうだやばいバレたレゴ得意そううわあれも 絶対やったら好きあのブロックとかめっちゃしてたブロックブロックでお家ずっと作ってたんだよ確かにうんアンパンマンのブロックとかで、ね、そうそうそうあれそうなんだプラモデル得意そううわうわ <laughs> もうそれ多分やばいねやばいやばい戻れなくなっちゃう <laughs> うんうん こっちゃいそう,うわなるほどいやそういうのが好きなんだって改めて <laughs> 理解した <laughs> なんか似てるよね全部好みの分,分野みたいな意味では似てるよねそのゲームの分野も <laughs> うんね熊本城作ってたねああやってたねそれもね確かに。 A 型ですよ A 型血液型でしょ血液型って関係あんのかな A か B か O か AB かでしょ4種類にはざっくりだよねこんないっぱい人いるのに 4, 4種にこう振り分けられてあんのかなその血の意味は <laughs> 血液型の意味はね あるのかうんあるん気のせいぐらい <laughs> う<ー>ん <laughs> そうね いやーちょっとなんか面白いね今日今日の配信 <laughs> なんか自分を見直してるような配信になってるうんでも大型っぽいなって時もありますよはっきりし,してますからね <laughs> うん 血液型というかねもう性格がでもやばいバレましたね私のその組み立てるのが好きっていうのが組み立てるのが何て言ったらいいんだろうこれを表すの全部で何て言うんだろうね設立 <laughs> 設立何何なんだろうこれ全部まとめるとね <laughs> 面白いあっ職人あ職人っては確かに何か占いでも言われたことある占い行ったことありますか皆さんは私は何回かあるんですけど言われたことありますでも父もそうでした父もうん 家族の名前を言ったらなんかわかるみたいなそうそうそうそれであだから父に似てるのかもしれないそういうところはうん行ってみたいってそうそうねー楽しむくらいでたまーに <laughs> 占いで占いねすごいよね うん、信じるって全く信じないわけじゃないですねやっぱえー、すごいって時もやっぱあるからねかといってもう大信頼ってわけでもないからなんか程よく「へえ」っていう感じで見ちゃいます。 エンタメ。そうそのくらいでいいと思う納得いかないと信じなさそうそう <laughs> 関係ないんだよだからもうあのー「へーで聞くくらいでいいんだと思うんだけどあんまり真に受けすぎたらね「あの違う気がするだっていや絶対ないなって思ったことあります言ってこうしたらいいんじゃないですかって言われた時に「いやしません」って <laughs> 言ったこと。 こうした方がいいですよって言われたけどいや多分しないですって言ってその後だからもう話弾まなかった,って申し訳なかったねあれはそういうこともあるうん <laughs> 言うことは聞かない <laughs> せっかくアドバイスくれたのにうんまあでもそう思ったからしませんって言ったんですけど強いってある強いっていうかまあうん だった。<laughs> いいことだけを信じましょう。うん、そうそう。<laughs> いやでも結局はそう自分ですからね、決めるのもね、そうですそうです。いや、ね大事。<laughs> 尖ってた時期でしょう。<laughs> いや、三年そっかも四年くらい前か三四年くらい前かそうだね。<laughs> 参考程度よそうそうそうでもそうたまにそうそうそうあ本当だったとかあの後からそうなったりするのなんか予言じゃないけどさなんかそう言われてたなそういえばってなったりもするからね面白いですよね答え合わせ的あそうそうそうどそっちの方がいいよねだから今こうですねとかじゃなくてこうなるかもよとか言われてでまあ日常を過ごしてあ本当だったってなったりとかねうん。 ね <laughs>、うん。占ってほしい私は占いできないですよ占ってほしいじゃない私は占いわかんないからうんいつも仕事しか仕事っていうかしか聞かないあとたまに健康 健康もさ定期的にそうなの定期的にさ流行り病にかかるのやめたいんですよね本当に <laughs> 本当に今そうじゃないずっとうんやめたいね今年はもう病気しないが目標だもんねもう今年の目標は何ですかってめちゃめちゃ聞かれるんですけどあ聞かれるじゃないですか、まあ、1月だから年末年始ってそうだから来年どうしたらいいとか 今年になってからも元旦元旦にも公演あったりとかねなんかいろんなところでなんか目標とか言ってるけどマジで一番リアルなといと本当にもう病気にかからない <laughs> もうこれに尽きるうん本当にだから今年のいつもね夏か冬に私風邪ひいてるんです大抵だから冬の部は負けたので。 夏は勝ちます <laughs> 絶対に勝ちたい悔しいお話し会休むのが本当に悔しいの毎回思うんだけどあの振り返りにしたくなくて本当に振り返ったくないその日にしたいからはい絶対勝つそうなの絶対勝つですねそうそうそう 振り,返りたくない本当にごめんだから一日休んだのは悔しいもう一個前元カレの時も一日だから途中休んだんですよね一回振り返ってしまってでも丸一日振り返っちゃって今回はだから次のもし次のシングル来たらもう次のシングルは絶対にもう無欠席は目標に頑張るそう,もうお約束ですからそれはね 公演も何個もあれだったんで本当にそう思ういやもうでも決まってるスケジュールじゃん特にお話し会なんて半年に一遍とかでしょ今ペース的にだからもうみんな振り返ったらみんな来れなくなったりするからうん今回もそうだもんね来れませんって人も聞いたりするのでそんなのだからうん <laughs> 来れませんにならないようにしたいのよ みんなの方が半年前からスケジュール押さえてるからね私たちもそうだけどそれをなんかドタキャンしてるような気持ちになっちゃうので本当にやめます <laughs> やめたいだから病気をしないがもう本当にリアルな目標ですよねいろんな目標ありますけどはい健康 <laughs> 大事うん そうねそう公園、公園もね、いっぱい出たいね、来月とかもね。どうなんだ、来月少なそうなんだよな。いろんなことがあるから、来月、私も、うん。<laughs> そうなのよ。ね、毎週何かありそう、来月が、うん。ね。 タイ行ったりそう映画も公開されたりねイベントもイベントうんそのステねらそのあれもあるじゃんそのシングルの特典会のやつのもあったりねトムさんの卒業コンサートもそうなの盛りだくさんでなんか毎週なんかある感じがするなんかしてるなんかするんだなって 劇場出てほしいね劇場出たい言っときます劇場出たいですってとりあえず言っときます今何のリハしてるのってリハはタイがタイかなあ,あそうだよ私親知らずも控えてるんだったやばい 知らずでも目ど立ってないんですよとりあえず来月も抜く暇がなさそうだ抜いたらどっかしらで私なんかもう <laughs> ねえ「にこう」って言われた時に血が出てたら怖いからちょっと時間あったら抜きたいけどね早い行きたいわうん <laughs> 痛くないので手や痛そう怖い無理本当にやだ頑張ります頑張るからもう <laughs> にーって笑ったらダラ <laughs> <ー>って <laughs> 怖すぎるでしょ絶対に絶対にちゃんと日を確保して抜きますってなるとそう時間がないんだよなでもなー なんとなくさ来月そんなに公演出れなそうだとしたら狙い目は3月4月よねってなると3月4月公演いっぱい出れるようになったらいいなとかいろいろ違うこともやると思うんですけど4月はコンサートもあるしうんエイトの周年だってあるしだからあれですよねリハも入ってくるだからリハ期間だったらワンチャン抜ける可能性あるけど。 でもリハの合間に公演とかもやりたいからってなると無理かー4月終わりかな抜くなら夏ぐらいうわーどっちももう嫌だそんな先延ばしにするのも嫌だけど分かんないけどいつ抜くんでしょう逃げたくない向き合いたいけど時間がなくて向き合えないね うん、23歳までには確かに22歳の目標親知らずとお別れをする、うん、これも結構したいうん難しいタイミング聞いて回ったんだけどね年上のメンバーとかに親 <laughs> 知らず 生えたとか聞いてそこから「えどんな感じだった?」抜いた時に「親知らずインタビュー何,何人か答えてもらったんですけどね」うん「え抜くタイミングの時ってどうやってスケジュール?」とかそういう話もしたんですけど結局わかんない私はどうどうしていいかわかんないとりあえずでもあのマネージャーさんにはいつも言ってる「親知らずを抜きたいですいつか」って抜かしてもらいたいんですけど <laughs> 時間。 いけそうな時やったら教えてくださいってはちゃんともう言ってるとりあえず、うん、あんまそうなのさ参考にはそうならない、ね、人それぞれだから、うん、まあ、とりあえず願ってるどうにかなることをどうにか できますようにと、うん <laughs> そっか壁ン前壁ンもだってそろ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 っていうか大抵春ぐらいには変わるじゃないですか毎年。ってことは一番抜けそうなその3月ワンチャン抜けるかなってちょっと思ってたんですけどうわ超そういう大事なのが入ってきちゃったらもう無理ですね。 これは無理ですねはい十二 <laughs> 12時までやるのだってもうここまで来たらもう12時までやるよあともう10分ぐらいでしょ15分くらいかうん 納得いいかない壁者はやめたい本当にそうなの本当にそう今年何回言っても何回これ話題にしてる私はあんまり気に入ってない今年の歌舞伎者ちゃんとしちゃんといい顔して撮りたいな次の歌舞伎者これがいいですって言ったんだけどねってこの話何回もしてるからもう。 みんなに耳にタコできてしまいそうなんですけど髪型はどうするうわまた悩むねそのカぶしゃの衣装によりますよね衣装にもよるうんなんであの写真になったんだろうぶり返しちゃうじゃんそうやって言ったらぶ <laughs> り返しちゃうなんでなんであれにしたん本当に担当の方どなたでしょうかぜひ話し合いたいいいや 逆にじゃああ,あのボツになった写真くれください私はそれでやっていきますんでもうなんて言うんですかこぼれた写真たち不採用組不採用組に私の気に入ってるのが多分あるはずなの絶対あるの <laughs> うん絶対そうそれを私はそれを私が使っていきたい 公式はそっちを使うかもしれない私はこっちを使うよっていう気持ちでそっちを使いたいぐらいこぼれたアザー写真 <laughs> アザー壁写あるよ結構みんな結構撮ってるじゃん私も何十枚かは撮ったよ壁写こだわるメンバーさらにこだわってる気がするうんある絶対あるアザー写真あの壁写 <laughs> のそれ本当に それをあのツイッターとかで自分のアイコンにしちゃうかも十 <laughs> 10倍ぐらい取ってこっから選んでいきましょうみたいな感じでそうどんどんそうやったりするでも多分最終審査には残ってたのかなあれ残ってたんかな残したかあの顔今の顔が <laughs> どうしても もっとにっこりしてる写真にした気がしたんだけどなあうんあ星がつけられるのだから気に入った写真に星つけていけた気がする好きな自分がね選ばせてくれないっていうかじゃ選べる時間はあるのよで星ついてる星1か星2とか星3ぐらいまでいけるの確か <laughs> だから最初に全部星をつけるわけ好きな写真に。 一番洗いざるって感じでね洗いざるに入れてでそっからまたどんどんきめ細かくそうそうそうなんだけどねあれ私あれ星つけたかな <laughs> 星の意味あったのかしらってくらい絶対選んでないもん多分見切れないけどうんそうなんだよねちゃんと しつけなきゃもうこれでいきましょうって言ってもうこれですって絶対に連絡しますだってあのねアーシャは本当にいろんなとこで使われるからねそうなのよ <laughs> もう大事グッズにもするじゃん何かと絶対に絶対に <laughs> 絶対に今年は。 ね、成功させようねって言いたくなっちゃった <laughs> やばい <laughs> 伝わるかなこれこれもそうこれも頭から離れないんだよねうん絶対にそう選びますいい写真を成功させようねはいね今年こそここはどうしようもないってねそうそれはそうみんなはそれはそう ね <laughs> 成功させようねね。今年の目標が明らかとなってますね確かにずっとそういう話してるねなんかやりたいことの話してるね今年やりたいことがバレました <laughs> 発表してるだけなんですけどね はい、ね、会社大事ほんと大事うん大事旅行も行くしねいっぱいいっぱいあそうだった「スラムダンクだえっ「スラムダンクのシールはタプタプシールやっぱりそうだよね絶対なくなると思ってたなくなるよねタプタプシールそうだよね てかジャンプショップにさ「スラムダンクのグッズとかあんのかな映画館にあんのでももうないよね絶対うんね典なん何段まであるとか発表されてるわけでもないのかワンピみたいにグッズは受注なんだうーん映画館ほぼ売り切れです うんそっか今アッパーヤードいるでも麦わらちゃんあのルフィはルフィじゃなくて <laughs> とワンピースは毎日1話2話ぐらいのペースで今すごいローペースで見てます パップアップに行くしか、えあるのうん。ええー、そういうの行きたいけどね。あ、そう、今ね、アッパーヤードにいます、私は。ワンピちょっと混合させて申し訳ない。ワンピースは今、アッパーヤードにいる2。2回目のアッパーヤード。<laughs> いたあと、もなんか懐かしいんだよね。なんか結構。 うん、時間がねそうなの私なんかこうやりながら見たりするのドライヤーする時間がだから一番ちゃんと見れるドライヤーからスキンケアの時間までが私の絶対アニメ1話ぐらい見れる時間があるわけよそのパックとかする時間とかもそうなんだけどその一連ドライヤーから <laughs> 髪伸びたからさもう大変ドライヤーが乾かなくて髪乾かなくて前よりはね いつも見てるドライヤーはあとお風呂の時間とかそういう時間で見てるあとネイル乾かす時とかもう何も塗って待ってないといけないから指動かせない何もできないからこういう時にもう映像アニメで楽しむっていうだからこの場面でアニメを見るって時間が最近だかもう分かってきた自分の中ではここで私いつも見てるんだ 昔は全部の時間をそれにワンピースに費やしてたんだけどうんストレッチの時とかああそうそうそう,そう時間決めてこの時間なら見てもいいって自分の中で決めないとでも確かにもうずっと見ちゃうからちょっと気にしてるねうん見すぎないようにね <laughs> そうそうそうう大事今日は動画編集ない終わったんですよ編集一旦多分うんナイトルーティーンそうなのよちょっとはねちょっとはそう大事 まあとりあえずそんな感じです。最近の私の話をいっぱいしました今日は。もう終わるよね。終わるから今締めの方に入ろうと思ったんだけど。ランキング読む時間かなもう。何時 ?53 分か。55分になったら読もうじゃあ。思ったポイントが88848だよね今。このよくわかんない。 ここんばんばは冷ますねのの後に出てくるこのポイントめっちゃなんか私こういうのそう今触れるか迷ったけど触れてるコメントがあったから触れたけどめっちゃこういうの見ちゃう数字こういうの見るとえすげえでもあのさ <laughs> 8とその8と48にはやっぱこうどんどんこう頭がいくじゃないですかねいい数字だよねね ここんなきれい,い,いことあるね八8時8分とか見るとやっぱうれしくなったりするしねねそういうパッて見た時に8と48あったら「おお!」ってなんか反応 <laughs> したくなっちゃうっていうのもこれ職業病ですかねうんあと自分の誕生日のさ ふ時間見ると「お誕生日!」って一瞬ならない私11時8分なんですけどたまに11時8分見ると「お誕生日だ!」ってなるんですけどわかるえわ、ー、かる子どもの頃は時計で足し算掛け算するのすごい好きだった見た時計で足し算と割り算始める頭の中で。 そういういのもすごい好きだったね足し算するよね数字見てわかるうれしい車のナンバーもあそうそう足し算したくなるよねはいあ残り5分だってもう終わりですじゃあランキング読みたいと思いますえっ、ー、と13位ドクターとし12位ナッチあとまク、サムネであおうおっ 次のサムネ。十一、ゆきたん。十位、ドングリ一個アットマークやっぱ黒は映えるね。<laughs> ね見慣れた感じするっしょ。九位、とやアット後マークなるめし食べたい。<laughs> 振る舞いたいけどねたこ焼きからだよまずは。八、T.K. トンからアットマークタイ。ありがとうー。文化。文 <laughs> 化は言えるのよ。七位、れいのアットマーク好きです。好きです。 嬉しい6位元気アットマークいつかなるちゃんのフィギュアコレクションみたい実家にすごいあるよ実家にいっぱい5位えゆ、ー、かアットマーク今日もなるちゃんがかわいいありがとうありがとう4位眠たかアットマークバッシュもゴリなら痛くねあ確かにゴリゴリになったと思いながら抜いてもらおう3位チーム四二2位 はじめアットマーク残業中の癒しに感謝メリークリスマスイブイブ ×331 もうクリスマスって言ってんのウケるねこれ夏とかもずっとやんのかなありがとう今日もカウントさあ1サイバーアットマーク水から通る絶対ーツ要チェックや <laughs> すごい全部名言だよもうそれはやばいよね本当に無理 どうなるのでもインターハインってなったらさ仙道とかも出てこないのかな寂しいうんまあ「スラムダンク見ます頑張って追いつくから追いつくっていうかでも寂しいでも見るうんあとは話6冊分ねもうもうなるもう終わる 時計ずれてるたぶんもう終わるあと2分くらい3分くらいうん1月また配信あるかなってえ誰私の配信 <laughs> 私かありそうあるかな作れたら作りたい配信したい うんあと2分うん、うん、あ読み終わった感想をね確かに今度はカラオケをお願いしますそうだねカラオケ配信のつもりで一応いたんだよ今日もほら こんな近くにいたよイヤホンはでもずっと喋ってたやっぱりずっと喋っちゃうね最近そうだよ構えてるからいつもいつでもスタンバイしてるんだけど今日結構近場にいたよいつももうちょっとあっちの方にあるんだけどすぐ行けたの、ね、にすぐもう12時だもんこのあと1時間ぐらい欲しいよねなんか1時までにならないかなせめて <laughs> 盛り上ががっちゃうのが10時ぐららいかななんだよな、ね、もうちょっとだそうだよねそれも早めないとだよね自分が盛り上がる時間 <laughs> 盛り上がるっていうかそのそうだよね <laughs> もうあと1分しかないってありがとうみんなあ今日さよならモーリーさんさよならモーリーさんだぜひチェックしてください喋ってるかなあ <laughs> 見てみてみくださいチェックしてねおやすみみんなおやすみなさいバイバイありがとうじゃあねーおやすみ「s l a m ンク行ってきますだから「またね!」とか言いながらなんか迎えてたりしてたのな,な,もうな,んな何が起こってるか分かんなくなるっていうかその同じことを言いすぎて「バイバイ!」と やってこう交互に出てくるけどたまにこう逆になったりするってなってわかるこのわかるっていうかその「ありがとう」って言いたいんだけど「そバイバイあまた、あま、ね」とか言いながらなんか次を迎えてるからわかんなくなって事故ってることめちゃくちゃある事故った経験いっぱいある本当にごめん事故ってって思いながらそうなの。 来ててすぐまたねって言うそうそなのよそれ違う違うごめん間違えたって,ってすぐ修正するんだけども本当に切り替えこの切り替え能力がどうなってるか気になるよね <laughs> あれ今度イベントありますよね会えるイベントないっけあったよねなんかイベント2月にないっけでもなんかそのライブライブだっけあれ ねあっ楽が来てないってそう言ってた言ってたまだ来てないんだ <laughs> みんなスケジュール早く組みたいよねそうだよねそれいつわかるんって確かに私も気になるいや私は行くんだけど <laughs> 結構ね攻めてるね当楽がまだ うん、問い合わせたら近日中って先週言われました近日中かなるほど近い日ってことですからねそろそろかなどうなんだろうね私もわかんないやはい来るといいねそうそれもでもそっかたった人しか来れないのかうん 近日中って都合のいい言葉だよね。私もあんま好きじゃない。適量とかあんま好きじゃない。うん。言って,って小さじ、小さじ4分の1でもいいから言ってほしい。それならもうグラムで書けばいいんだけど。もう言ってほしい。適量、少々もあんま好きくないね。それはあの、料理してる時の話なんだけどね。その、あるよね。わかるよ。わかるわかる。その、自分好みにしてよって意味かもしれないけど。 もうちょっと少,々少々って誰の少々 <laughs> どの少々ですかってなるからちょっとやっぱ欲しいよね少しはねはいそう誰誰の適量ってはなりますよね適量はね本当にわかる <laughs> グラムくださいグラムでお願いしますあもう1グラムにも満たないのかな でも1ムにも見てない量って書くしかないのかな <laughs> 本当にそうねえまあありますよねそういうことね <laughs> 今日は今日ご飯作ったんですけどそれこそ。 分量を間違えて味濃かったんですよあの何3倍の量ぐらいので味付けしてたからめっちゃ濃くて <laughs> 3倍何なん3倍分の量のやつを一人前にこやってしまって久しぶりだったから久しぶりだったから間違えたわけよもう記憶が。<laughs> もう忘れててかび,っくりしびっくりしたよね一口目食べてえっえっ何があったのって思いましたはいご飯があったので何とかですけど明日むくみそうだね本当にしょっぱかったっすねさすがに3倍 <laughs> 濃縮的な感じ味付けがやばかったほに味付けもやばかったしあの煮詰めすぎたのもあったなんか ダメですねやっぱ定期的にやらないとあれ昔こんなことしてなかったなっていうその、うん、失敗をね失敗しちゃうよねほんと料理、うん、好きなんですけど料理するのなんかまあ今日もだからあれですね予定がなくなったんで時間に余裕がありすぎないとなんか料理までいかないですねやっぱ自分の中で。 ほんとこだわっ、ね、なんかやりたいんですけどやったら多分こすごい好きになっちゃいそうなんですけど料理どハマりしてた時期もありますしブームでしたねだからでも多分うんもうずっとご飯作っててみたいなあれか専業主婦になったらとことんこだわりたいなと思うもう <laughs> とことんこだわりたい うん、ご飯作るのも楽しいでもなんか時間が欲しいなって思うほんとうんお菓子とか作り始めそう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 もう全部まず家電から <laughs> 電子レンジからもっとパワーアップしたいね今使ってるやつよりもうんこだわり形からそうそうそう,もう器具からまず全部揃えてお皿も全部一掃したい 今本当に最低限のお皿しかなくってだからたまに写真撮りたくても撮れない時結構あるご飯作ってもいや皿がダメだこれは違うまあ食べれるよこの皿で食べれるけどこれ写真撮りたいかって言われたら写真には撮りたくないっていうお皿だったりするので「皿も絶対こだわりたい」「ダメな皿」って言う <laughs> んとね うーんなんんなて言ってないんだろうしっかりそうもうお皿さえもあの盛り付けの一つだからやっぱりそのお皿を <laughs> ちゃんとしたいそうなのよやばいよね形とか気にしちゃうだからいやーこれ違うかとかうんあのさでも ビュッフェあるじゃないあのホテルとかのさ朝食ビュッフェとかあれもさ私なんかめっちゃ色味気にしちゃうんですよなんかきれいにいかにきれいに盛り付けできるかみたいなあれもそうなの食べたいものというかもうバランスと色味でなんかば映えたいわけじゃないんですけど見た目をとにかくでも映えたいのかだから <laughs> 写真撮ってるわけじゃないんだけど。 見た目が好きその変ね変なとこそういうとこあるよねなんかこりしたまにそういうこりし出てくるんだよねめっちゃなんかあ見てて綺麗だなって思いながら食べたいのか分かんないんだけど <laughs> とりあえず綺麗に盛り付けするっていうもうあれは作業だと思ってるもん朝ビュッフェとかだったらうん、まあ、基本食べたいものはとるけど プラスアルファこれがあった方がいい色味でトマトを入れたりとかなんかそのやっちゃうお弁当詰めるのもだから好きだったたまーにやってたんですけどたまーになんかお弁当詰めたくなった時あってまだ実家時代ですね自分がお弁当持っていく時とかうん父にも作ったことあります父にも冷たい っていうその綺麗に彩りよく見た目を綺麗に盛りつけるっていうことがしたくて朝起きてたもんねだ,だからあれで、ね、私がやる作業詰めるだけほぼ料理作るのも <laughs> お母さんがその作って <laughs> お母さんが料理作ったやつを私は途中から起きてきて詰める作業みたいなのがしたくて。 組み立てるの好きななんかなとりあえず私確かに積み木めっちゃ好きだった幼稚園の頃そういうこと最近撲滅にしろなんかそ組み立ててつん積んでくスタイルが好きなんかななんかこう <laughs> なんだろう全部なんか共通してるものないなんかそういう <laughs> なんて言ったらいいんだろううんたこ焼き丸くするのもそう確かになんか作るの好きなんかなへえ こうやって喋ってたら自分の好きなものが分 <laughs> かってきた <laughs> あっせとり作るのも好きじゃん確かにああなるほどなるほどね確かに整えるの好き整ったら好き確かに <laughs> なるほどね編集もそっかああ確かに 削っていくのが好きだもんねあ本当だやだバレたそうですねわかりやすいぐらいにはっきりしてましたね <laughs> 今こうやって一個一個こだししてたらそういうことだってあ、こだわるから時間かかるそうなのすごい時間かかっちゃうんですよね一個一個すごいなんか占い師みたいになってるみんなこう当てられて立ってますみたいな状況今 うんうん、うん、本当にそうだやばいバレたレゴ得意そううわあれもああいうの絶対やったら好きあのブロックとかめっちゃしてたブロックブロックでお家ずっと作ってたんだよ確かにうんアンパンマンのブロックとかで、ね、そうそうそうあれそうなんだプラモデル得意そううわうわ <laughs> もうそれ多分やばいねやばいやばい 戻れなくなくっちゃううんうんこっちゃいそううわなるほどいやそういうのが好きなんだって改めて <laughs> 理解した <laughs> なんか似てるよね全部好みの分,分野みたいな意味では似てるよねそのゲームの分野も <laughs> うんねえ 熊本城作ってたねああやってたねそれもね確かに A 型ですよ A 型血液型でしょ血液型って関係あんのかな A か B か O か AB かでしょ4種類にはざっくりだよねこんないっぱい人いるのによ 4, 種4種にこう振り分けられて。 あんのかなその血の意味は <laughs> 血液型の意味はねあるのかうんあるの気のせいぐらい <laughs> うん そうねいやーちょっとなんか面白いね今日今日の配信 <laughs> なんか自分を見直してるような配信になってるうんでも大型っぽいなって時もありますよはっきりして,してますからね <laughs> うん 血液型というかねもう性格がでもやばいバレましたね私のその組み立てるのが好きっていうのが組み立てるのが何て言ったらいいんだろうこれを表すの全部で何て言うんだろうね設立 <laughs> 設立何,何なんだろうこれ全部まとめるとね 面白いこれでしょう職人あ職人っては確かになんか占いでも言われたことある占い行ったことありますか皆さんは私は何回かあるんですけど言われたことありますでも父もそうでした父もうん家族の名前を言ったらなんか分かるみたいなそうそうそう それであだから父に似てるのかもしれないそういうところはうん行ってみたいってそうそうねー楽しむくらいでたまーに <laughs> 占いで占いねすごいよねうん 信じるあ全く信じないわけじゃないですねやっぱえー、すごいって時もやっぱあるからねかといってもう大信頼ってわけでもないからなんか程よく「へえ」っていう感じで見ちゃいます、うん、エンタメそうそのくらいでいいと思う 納得いいかななと信じなさそう。そう <laughs> 関係ないんだよだからもうあのー「へーで聞くぐらいでいいんだと思うんだけどあんまり真に受けすぎたらねあの違う気がするだって「いや絶対ないな」って思ったことあります言ってこうしたらいいんじゃないですかって言われた時に「いやしません」って <laughs> 言ったこと <laughs> こうした方がいいですよ」って言われたけど「いや多分しないです」 っって言って言その後だからもう話弾まなかったって申し訳なかったねあれはそういうこともあるうん <laughs> 言うことは聞かない <laughs> せっかくアドバイスくれたのにうんまあでもそう思ったからしませんって言ったんですけど強いって,てる強いっていうかまあうん <laughs> あったあった ん <laughs> いいことだけを信じましょううんそうそう <laughs> いやでも結局はそう自分ですからね決めるのはねそうですそうですいやね大事 <laughs> 尖ってた時期でしょ <laughs> いや3年そっかも四4年くらい前か3四年くらい前かそうだね <laughs> あったね <laughs> 参考程度よそうそうそうでもそうたまにそうそうそうあ本当だったとかあの後からそうなったりするのなんか予言じゃないけどさなんかそう言われてたなそういえばってなったりもするからね面白いですよね答え合わせ的あそうそうそうどそっちの方がいいよね何から今こうですねとかじゃなくてこうなるかもよとか言われてでまあ日常を過ごして。 あ、本当だったってなったりとかね。うん。ね <laughs>。うん。占ってほしい。私は占いできないですよ。占ってほしいじゃないよ。私は占いわかんないから。うん。 いいいつも仕事しか聞き仕事事し <laughs> しか聞かかか聞ってうないあとたまに健康健康もさ定期的にそうの定期的にさ流行り病にかかるのやめたいんですよね本当にほん <laughs> に今そうじゃないずっとうんやめたいね今年はもう病気しないが目標だもんねもう今年の目標は何ですかってめちゃめちゃ聞かれるんですけど 聞かかれるじゃないですか1月だから年末年始ってそうだから来年どうしたらい,いとかね今年になってからも元旦元旦にも公演あったりとかねなんかいろんなところでなんか目標とか言ってるけどマジで一番リアルなそれと,と本当にもう病気にかからない <laughs> もうこれに尽きるうん本当にだから今年の いつもね夏か冬に私風邪ひいてるんです大抵だから冬オは負けたので夏は勝ちます <laughs> 絶対に勝ちたい悔しいお話し会休むのが本当に悔しいの毎回思うんだけどあの振り返りにしたくなくて本当に振り返りたくないその日にしたいからはい絶対勝つ そうなのーカーってですねそうそうそう振り返りたくない本当にごめんだから一日休んだのは悔しいもう一個前元カレの時も一日だから途中休んだんですよね一回振り返ってしまってでも丸一日振り返っちゃって今回はだから次のもし次のシングル来たらもう次のシングルは絶対に もう,もう欠席は目標に頑張るそう,もうお約束ですからそれはね公演も何個もあれだったんで本当にそう思ういやもうでも決まってるスケジュールじゃん特にお話し会なんて半年にいっぺんとかでしょ今ペース的にだからもうみんな振り返ったらみんな来れなくなったりするからうん今回もそうだもんね来れませんって人も聞いたりするのでそんなの だからうん <laughs> これませんにならないようにしたいのよみんなの方が半年前からスケジュール押さえてるからね私たちもそうだけどそれなんかドタキャンしてるような気持ちになっちゃうので本当にやめます <laughs> やめたいだから「病気をしない」がもう本当にリアルな目標ですよねいろんな目標ありますけどはい 健康大事うん体調不良そうねそう公園公園もねいっぱい出たいね来月とかもねどうなん来月少なそうなんだよないろんなことがあるから来月私うん <laughs> そうなのよね毎週何かありそう 来月はうん。ね。たったりそう映画も公開されたりね。イベントもイベントうんそのステね。ラそのあれもあるじゃんそのシングルの特典会のやつのもあったり。 ね、トムさんの卒業コンサートもそうなの盛りだくさんじゃなんか毎週なんかある感じがするなんかしてるなんかするんだなって劇場出てほしいね劇場出たい言っときます劇場出たいですってとりあえず言っときます 今何のリハしててるのってリハはタイがタイかなあ,あそうだよ私親知らずも控えてるんだったやばい親知らずでも目ど立ってないんですよとりあえず来月も抜く暇がなさそうだ抜いたらどっかしらで私なんかもう <laughs> ねニコ」って言われた時に血が出てたら怖いからちょっと。 時間あったら抜きたいけどね早いきたいわうん <laughs> 痛くないのでや痛そう怖い無理本当にやだ頑張ります頑張るからもう <laughs> にーって笑ったら, <laughs> だらって怖すぎるでしょ 絶対に絶対にちゃんと日を確保して抜きます。ってなるとそう時間がないんだよなでもななんとなくさ来月そんなに公演出れなそうだとしたら狙い目は3月4月よねってなると3月4月公演いっぱい出れるようになったらいいなとか、まあ、いろいろ違うこともやると思うんですけど4月はコンサートもあるし。うん 8の周年だってあるしだからあれですよねリハも入ってくるだからリハ期間だったらワンチャン抜ける可能性あるけどでもリハの合間に公演とかもやりたいからってなるとあ無理かー4月終わりかな抜くなら夏ぐらいうわーどっちももう嫌だそんな先延ばしにするのも嫌だけどわかんないけど いつ抜くくんでしょう逃げたくない向き合いたいけど時間がなくて向き合えないねうん23歳までには確かに22歳の目標親知らずとお別れをするうんこれも結構したいうん 難しいタイミング聞いて回ったんだけどね年上のメンバーとかに「<laughs> おや親知らず生えた?」とか聞いてそこから「えどんな感じだった?」抜いた時に「親知らずインタビュー何,何人か答えてもらったんですけどねうんえ抜くタイミングの時ってどうやってスケジュールとかそういう話もしたんですけど結局 わかんない私はどうどうしていいかわかんないとりあえずでもあのマネージャーさんにはいつも言ってる「ち親知らずを抜きたいですいつか」って抜かしてもらいたいんですけど <laughs> 時間いけそうな時やったら教えてくださいってはちゃんともう言ってるとりあえず、うん、あんまそうなの参考にはそうならない、ね、人それぞれだからうん とりあえず願ってるどうにかなることをどうにかできますようにとうん <laughs> そっか壁ン前壁ンもだってそろ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 っていうか大抵春ぐらいには変わるじゃないですか毎年ってことは一番抜けそうなその3月ワンチャン抜けるかなってちょっと思ってたんですけど ちょそういう大事なのが入ってきちゃったらもう無理ですねそれは無理ですねはい十二 <laughs> 12時までやるのだってもうここまで来たらもう12時までやるよ あともう10分ぐらいでしょ。15分くらいか。うん。納得いかない歌飛車はやめたい。本当にそうなの。本当にそう。今年何回言っても何回これ話題にしてる私は。あんまり気に入ってない今年の歌飛車。ちゃんとし、しちゃんといい顔して撮りたいな。次の歌飛車。 これがいいですって言ったんだけどねってこの話何回もしてるからもうみんなに耳にタコできてしまいそうなんですけど髪型はどうするうわまた悩むね歌舞伎座の衣装によりますよね衣装にもよるうん何であの写真になったんだろうぶり返しちゃうじゃんそうやって言ったらぶ <laughs> り返しちゃうなんでなんであれにしたん本当に当に担の方 どなたでしょうかぜひ話し合いたいいや逆にじゃああ,あの私はそれでやっていきますんでもうなんて言うんですかこぼれた写真たち不採用組不採用組に私の気に入ってるのが多分あるはずなの絶対あるの <laughs> うん絶対そうそれを私はそれを私が使っていきたい 公式はそっちを使うかもしれない私はこっちを使うよっていう気持ちでそっちを使いたいぐらいこぼれたアザー写真 <laughs> アザー壁ャあるよ結構みんな結構撮ってるじゃん私も何十枚かは撮ったよ壁ャこだわるメンバーさらにこだわってる気がするうんある絶対あるアザー写真あの壁ャ <laughs> のそれ本当に それをあのツイッターとかで自分のアイコンにしちゃうかも十 <laughs> 10枚ぐらい取ってこっから選んでいきましょうみたいな感じでそうどんどんそうやったりするでも多分最終審査には残ってたのかなあれ残ってたんかな残したかあの顔いやの顔か <laughs> どうしても もっとにっこりしてる写真にした気がしたんだけどなうんあ星がつけられるのだから気に入った写真に星つけていけた気がする好きな自分がね選ばせてくれないっていうかじゃ選べる時間はあ,あるのよで星ついてる星1か星2とか星3ぐらいまでいけるの確か <laughs> だから最初に全部星をつけるわけ好きな写真に。 一番荒いざるって感じだよね荒いざるに入れてでそっからまたどんどんきめ細かくそうそうそうなんだけどねあれ私あれ星つけたかな <laughs> 星の意味あったのかしらってぐらい絶対選んでないもん多分言い切れないけどうんそうなんだよねちゃんと 星つけなきゃもうこれでいきましょうって言ってもうこれですって絶対に連絡しますだってあのねあしャは本当にいろんなとこで使われるからねそうなのよもう大事グッズにもするじゃん何かと絶対に絶対に <laughs> 絶対に今年は。 ね、成功させようねって言いたくなっちゃった <laughs> やばい <laughs> 伝わるかなこれこれもそうこれも頭から離れないんだよねうん絶対にそう選びますいい写真を成功させようねはいね今年こそここはどうしようもないってねそ,うそれはそうみんなはそれはそう ね <laughs> 成功させようねねえ今年の目標が明らかとなってますね確かにずっとそういう話してるねなんかやりたいことの話してるね今年やりたいことがバレました <laughs> 発表してるだけなんですけどね ねはい会社大事本んと大事うん大事旅行も行くしねいっぱいいっぱいあそうだった「スラムダンクだ」だえスラムダンク」のシールタプタプシールやっぱりそうだよね絶対なくなると思ってたなくなるよねタプタプシールそうだよね てかジャンプショップにさ「スラムダンクのグッズとかあんのかな映画館にあんのでももうないよね絶対うんねえ典な何何段まであるとか発表されてるわけでもないのかワンピみたいにグッズは受注なんだうーん映画館ほぼ売り切れです うんそっか今アッパーヤードいるでも麦わらちゃんあのルフィはルフィじゃなくて <laughs> とワンピースは毎日1話2話ぐらいのペースで今すごいローペースで見てます ポップアップに行くしか、えあるのうん。ええー、そういうの行きたいけどね。あ、そう、今ね、アッパーヤードにいます、私は。ワンピちょっと混合させて申し訳ない。ワンピースは今、アッパーヤードにいる。2, 2回目のアッパーヤード。<laughs> いたーと思う、もうなんか懐かしいんだよね。なんか結構。 うん、時間がねそうなの私なんかこうやりながら見たりするドライヤーする時間がだから一番ちゃんと見れるかドライヤーからスキンケアの時間までが私の絶対アニメ1話ぐらい見れる時間があるわけよそのパックとかする時間とかもそうなんだけどその一連ドライヤーから <laughs> 髪伸びたからさもう大変ドライヤーが乾かなくて髪乾かなくて前よりはね いつも見てるトライヤーはあとお風呂の時間とかそういう時間で見てるあとネイル乾かす時とかもう何も塗って待ってないといけないから指動かせない何もできないからこういう時にもう映像アニメで楽しむっていうだからこの場面でアニメを見るって時間が最近だかもう分かってきた自分の中でここで私いつも見てるんだ 昔は全部の時間をそれにワンピースに費やしてたんだけどうんストレッチの時とかああそうそうそう,そう時間決めてこの時間なら見てもいいって自分の中で決めないとでも確かにもうずっと見ちゃうからちょっと気にしてるねうん見すぎないようにね <laughs> そうそうそうう大事今日は動画編集ない終わったんですよ編集一旦多分うんナイトルーティーンそうなのよちょっとはねちょっとはそう大事 まあとりあえずそんな感じです最近の私の話をいっぱいしました今日はもう終わるよね終わるから今締めの方に入ろうと思ったんだけどランキング読む時間かなもう何時53分か55分になったら読もうじゃ思ったポイントが88848だよね今このよくわかんない ここんばんばは引いますねのの後に出てくるこのポイントめっちゃなんか私こういうのそう今触れるか迷ったけど触れてるコメントがあったから触れたけどめっちゃこういうの見ちゃう数字こういうの見るとえすげえでもあのさ8とその8と48にはやっぱこうどんどんこう頭がいくじゃないですかこのねいい数字だよねね ここんなきれいことあるね八8時8分とか見るとやっぱ嬉しくなったりするしねねそういうパッて見た時に8と48あったら「おお!」ってなんか反応 <laughs> したくなっちゃうっていうのもこれ職業病ですかねうんあと自分の誕生日のさ ふ時間見ると「お誕生日!」って一瞬ならない私11時8分なんですけどたまに11時8分見ると「お誕生日だ!」ってなるんですけどわかるえわ、ー、かる子どもの頃は時計で足し算掛け算するのすごい好きだった見た時計で足し算と割り算始める頭の中で。 そうういいのもすごい好きだったね足し算するよね数字見てわかる嬉しい車のナンバーもあそうそう足し算したくなるよねはいあ残り5分だってもう終わりですじゃあランキング読みたいと思いますえー、っと13位ドクターとし12位ナッチあとまクサムネであおうおっ 次のねえ11位ユキタン10位どんぐりっこットマークやっぱ黒は映えるね <laughs> ね見慣れた感じするっしょ9位トウヤットマーク鳴る飯食べたい <laughs> 振る舞いたいけどねたこ焼きからだよまずは8位 TK トンからットマークタイありがとう文プンカー, <laughs> ープンカーは言えるのよ7位例のアットマーク好きです好きです 嬉しい6位元気アットマークいつかナルちゃんのフィギュアコレクションみたい実家にすごいあるよ実家にいっぱい5位ゆく、えー、アットマーク今日もナルちゃんがかわいいありがとうありがとう4位眠たくアットマークバッシュもゴリなら痛くねあ確かにゴリゴリになったと思いながら抜いてもらおう3位チーム42位 始めアットマーク残業中の癒しに感謝メリークリスマスイブイブけ百3 3 1もうクリスマスって言ってんのウケるねこれ夏とかもずっとやんのかなありがとう今日もカウントさあ1サイバーアットマーク水から通る絶対勝つ要チェックや <laughs> すごい全部名言だよもうそれはやばいよね本当に無理 どうなるのでもインターハイってなったらさ仙道とかも出てこないのかな寂しいうんまあ「それもなんか見ます頑張って追いつくから追いつくっていうかでも寂しいでも見るうんあと6は話6冊分ねこれもうもうなるもう終わる 時計ずれてるたぶんもう終わるあと2分くらい3分くらいうん1月また配信あるかなーってえ誰私の配信 <laughs> 私かありそうあるかな作れたら作りたい配信したいね うんあと2分うん、うん、あ読み終わった感想をね確かに今度はカラオケをお願いしますそうだねカラオケ配信のつもりで一応いたんだよ今日もほら こんな近くにいたよイヤホンはでもずっと喋ってたやっぱりずっと喋っちゃうね最近そうだよ構えてるからいつもいつでもスタンバイしてるんだけど今日結構近場にいたよいつももうちょっとあっちの方にあるんだけどすぐ行けたの、ね、にすぐもう12時だもんこのあと1時間ぐらい欲しいよねなんか1時までにならないかなせめて <laughs> 盛り上がっちゃうのが10時ぐらいからなんだよな。ねもうちょっとだ、そうだよね。それも早めないとだよね。自分が盛り上がる時間、盛り上がるっていうか、その、そうだよね。<laughs> もうあと1分しかないって。ありがとう、みんな。あ今日、さよならモーリーさん。さよならモーリーさんだ。ぜひ、チェックしてください。喋ってるかな <laughs> 見てみてみくださいチェックしてねおやすみみんなおやすみなさいバイバイありがとうじゃあねーおやすみ「s l a なく行ってきます